埼玉新都心、ケヤキ広場当期に行われる、ケヤキ広場のイルミネーションビルの間にある、ケヤキ広場。初頭なので歯が赤い。ケヤキ広場は、埼玉県埼玉市中央区新都心10番地にある、広場、商業施設。埼玉新都心のほぼ中央に位置する、埼玉スーパーアリーナに隣接しており、第3セクターの株式会社埼玉アリーナが管理、運営している。 地下1階、地上2階の構造で、地下1階が駐車場、1階と3階が約20店舗のレストランや各種ショップ、2階が人工地盤の広場である。人工地盤上には埼玉県の県の木である毛焼きが220本植えられており、施設の名称の由来ともなっている。また2階部分で北世のデッキなどのペデストリアンデッキと接続しており、 歩行者は埼玉新都心駅や北与野駅、埼玉スーパーアリーナなどから直接アクセスできる。人工地盤上の森のパビリオンの下部は1階まで吹き抜けであり、人工地盤上からも1階のイベントを見物できる。サンクンプラザや芝生広場などのイベントスペースもある。随時、スーパーアリーナのコミュニティアリーナで行うイベントと一体で活用することもある。ありがとうございます。